ショータイム。二等兵の友人屋です。T 隊長。隊長でございます。今日は、自己紹介お願いします。はい、どうも、こんにちは。魚さんさんと呼ばれております。漁業がなかった。漁業あ。本人じゃないからね。本人じゃないからね。漁業がなかったなと。違う。多分そういうのを二等兵ならやりますよね。やるね。漁業じゃないにしても、やったね。あ、でも、あのクオリティを出せない。あ、手作りで、うんうん。で、じゃあ、思ったのは、ライムスターの歌丸さん。ライムスターの歌丸さんが、TBS のラジオで、進撃の巨人の作家の方が出て、歌丸さんのラジオに、はい、ずっと書いてる時に、歌丸さんのラジオを聞いてましたと、うんうん。あ、ってことは、今の進撃の巨人があるのは、このラジオのおかげですね、みたいな。うんうん、あ、そうです、うんうん、じゃあこれを言ってくださいと、今の僕があるのはラジオのおかげですっていうのをやってて、魚さんもそうやってくれるといいなと思ったら隠してた目バレしたくないと大丈夫です、はい、ありがとうございます。とても今がね、笑ってくださってるかどうかが分からないんですよ。そうなんですよね、はい、顔色が読めないのがちょっとドキドキしてるんですけど、顔は笑ってるんですよ、顔は笑ってるんですけど目に出ないんだなっていうのが本当どうか分かんないですね、はい、ちょっとそう、もう顔隠したんだね、表情が読みづらい、申し訳ございません。で、いささか私は緊張しておりますが、はい、坂田さん、とても興味を持ったのが、ノート、ツイッターからなん、ツイッターから入れるんですよね。ツイッターから入れまして、今も公開されている、してます。あ、漫画家でいらっしゃいます。漫画、いや違う。デザイナーでありながら、趣味で漫画描いてます。漫画を描いてらっしゃってて、それもちゃんと投稿してるんですよね。そうですね。はい。で、上がってますよ。ツイッターのリンクしておくので、ぜひと思ってるんですけど、そこで描かれるのが、私、こういった本、これ少年サンデーの牛尾トトラとかで有名な藤田和弘さんが書かれた読者は読むなっていうところで、そのどうやって漫画を作ってますみたいな、これ少年漫画、なんていうんだろう、ジャンプとかみたいな話なので、主人公が禰豆子みたいな感じなんですよね。禰豆子は主人公じゃないですか。要は、魚さんが描こうとしてるのが、そんな感じではないのかなって思っており、なんでですかっていうのと、まあ、ここにガンキャノンがあるんですけど、ガンダムで言うと、ジムを描きたいんじゃっていう、思いが。叫びを見てですね。いや、まあ、面白い。ガンダムをご存知の方なら、あれなんですけど、ジムはどっちかというとショッカーでいうとヒーのやつですよね、量産型やられ役を描きたいと言っているこの人は何だと、いやここで書いてるのは、その売れたいならね、その主人公を魅力的に描け、主人公が魅力的じゃないって言ってるわけじゃなくて、だからガンダムを描けた、そうガンダムを描けなんですよ。でいかにガンダムを描くかみたいな話の時に、僕はジムが描きたい、ショッカーが描きたいんです、モブキャラが描きたいんです、モブキャラ、違うようなら違うって後でお聞きするんですけど、はい、まあ、ジムが描きたい、ジムが描きたいっていう、その辺の心理状態、その辺の気持ちと思いと、それがなんかそのエニアグラムでいうタイプって関係あるんですかねみたいなのがつながると、エニアグラムのチャンネルになるなって、面白いなと思って、っていう今のところでどうですかって振られると困りますよね。これよく やって怒られるんですけど。そうですね。まあ、だいぶこう、オープンクエスチョンから始まると。あ、そうですよね。僕だとね、どうですかってどういうことですかって返せるので。なるほど、そうですよね。どうですか。そうですね。まず、その、ジムっていうのが、の定義というか、何なんだろうっていうふうに。そこ。なるほど、そこを坂田さんの、そうですね、意見というか、はい、思いみたいな、そうですね、
多分ジムっていう風に自分がツイッターで発言したのも多分なんか メタ的な意図があったとは思うんですけど、うんうん、なんか世の中のこう 99% がまあいわゆるジムなわけじゃないですか、うん、残念ながらね、はい、ザクであり、うん、ボールであり、うん、はい、そうなんです。でその 1% がガンダムでありガンキャノンでありガンタンクなんっていう。あ、ガンキャノンもそっち側なんですね。そっちです。あの理由というかもう明確に言えるのは、うん、そもそも走行が違うっていう、厚みが違うと。そうですね。ちょっとその意味でいいですか、ね、そういう話すると、はい、ガンダムの走行ってもうまあ、いわゆるガンダリウム合金っていう風に設定されているらしくて、らしいですね。ガンキャノンにもガンタンクにもその合金が使われているっていう。ただジムはあの普通のチタン合金っていう風に言われてるやつ、今戦闘機とかで使われてるやつなんですけど、被弾したら終わるっていう。なるほど。被弾したら終わる、何かの比喩表現ですかね。はい。で結構本編とか見るとガンダムとかって一番最初に被弾しているじゃないですか。ザクマシンガンを、はい、受け付けませんみたいな風に言われるじゃないですか、はい、撃たれても平気っていう、こうアムロはこう成長の余地の段階がこう与えられてるんですけど、一番最初にアムロがジムに乗っていたとしたらとっくに死んでるんですよ。あそこで死んでますあそこで死んでるんですよ。あれがジムだったら、あれがジムだったら、はい、まあ、ガンダムに乗っててよかったねっていう風なことなんですよ。でそこでなんかこう最初に乗ったのかガンダムかジムかなんて自分では分からないじゃないですか。あ、はいはいはい。で一番最初に気づくのが、あれ俺もしかしてジムなんじゃないみたいなことをこうある程度こう泣きそう今俺社会に出た時に、はい、あれ俺モブちゃんみたいなことを多分こう思う人とかが結構多かったんじゃないかなっていうふうには思うんですね。まず、まあ、私自身も当然そうですし。泣きそう。はい。こう人生の主人公ではあるとは思うんですけど、皆さんが、こうやっぱりこう他者であったりとかっていうふうに見ていく中で、やっぱりこう自分がこう一切特別ではないであったりとか、そういうことに多分こう行き着いて、多分漫画とかを読むとかも結構心理的にはそういうものに対する憧れとかが投影されるんじゃないかなっていうふうにはまず思ってて、漫画を読む人とかっていうふうな心理で、はい、ちょっとガンダムの話に入りますけど、多分でじゃあなんでザクじゃないのかっていうふうなことに入るんですけど、いうこともありますね、はい。まあ、ジムとザクそんなに差はないんじゃないかみたいなことを言われてはいるんですけど、まあ、本当言うとジムの方が性能は優れてるんですけど、後発ですし。そうですよね。ただ、そもそも ジオン軍っていう風なものの目的がその宇宙移民の自治独立っていう風な明確な目的があるんですけど、うんうん、それってすごいこう目的があるから俺たち頑張れるみたいな感じなんですけど、ジムに乗ってる人たちって目的がないんですよ、うん、ジオンが攻めてくるから戦わなきゃいけないっていう風に。まあエニアグラムの話をしてますねはいはい。だからこうなんでしょう、連邦の士官の人たちってもうそれぞれ目的がバラバラで、羊とかっていうのもたまたまなんかこう恵まれた土地にいたけどよくわかんない人たちが攻めてきたから戦わなきゃいけないっていう、まあそこはアムロとかと変わりはないとは思うんですけど、境遇的に変わりはしないのに一回被弾しただけで死ななきゃいけないっていう、多分これって一般人にも結構当てはまることなんじゃないかなっていうふうに思って、こうジムが書きたいっていうのはそういうこう 99% の人の現実でこう共感してもらえるんじゃないかなっていうふうに思って最初そういう発言をしたっていう感じです。なるほど、そっちのドラマがある。で言い方は悪いんですけど、そのおそらくこうジムに乗ってる人たち、おそらく上官からガンダムと同じような働きをしろっていうふうに言われてると思うんですよ。見た目そっくりですしね見た目そっくりですし、俺たちもモビルスーツに乗って戦える
みたいな、ガンダムみたいな働きができるみたいな、うんうん、多分これってこう、はい、予算は上げるから今こうなんかこう今1位の例えばなんかこう上の会社 のと同じ業績を出せみたいなことを言われてるに近いと思うんですよ、うんはい、その能力とかあるかどうかわからないけどみたいな、なんかそういうことはこう境遇的には多分なんかメタ的に似通ってるなっていうふうに思います。ジムはで今聞いてもう泣きそうなんですけど、うんうん、ちょっと思ったのは僕はガンキャノンだと思ってたんです、ね、自分はそのぐらいの位置だと、うん、ガンダムじゃないのは分かってる、うん、でもジムではないと思ってた、うん、けどジムだったっていうところで今泣きそうなのと、うん、いやで今反論、うん、としてはみんなジムだと思ってないんじゃないの、みんなジムとは思ってない、いや、うん、今の定義はそうだって落ちたんですけども、うん、僕はガンキャノンだと思ってたんです、ね、うん、ガンダムじゃないと思ってる、あだからでも、うん、みんなとも違うと思ってるっていう人は意外に多いんじゃない、うん、あ、まあ、そう思ってる人は多いとは思います、勘違いなんで勘違いだってなってるんですけど、うん、そんな人も多いんじゃないかなって、うん、僕はあのここに望みをかけてる人もう、うん、あのいるのでは、ジムから抜けたい、あそうですね、あの、うん、ガンダムを見てない人には分かりづらいかもしれないんですけども、その一般じゃない、うん、あのスーパーでもないっていう層を設けていて、うん、その辺だって夢見てる人も結構多いんだろうなって、うん、すいません、だからなんだって言われるとでも多分そのカイさんが乗ってるそのガンキャノンもこう一回何回か撃たれてると思う、全然撃たれてます、全然一旦被弾してるじゃないですか、はいはい、その間に十数機ジムが死んでるっていう、うん、ジムに乗ってた人たちはそうですね、一発ですもんね、でそれをこうそれがたまたまこうガンダムであるか、あのガンキャノンかジムかの違いってこう偶然じゃないですか、たまたまサイドセブンにいてよかったねみたいな、うん、うん、確かに今怒られてる感じですあいやいやいや、はい、でもちろん、はい、でジムだっていうことを自覚した時にじゃあなんかこう被弾しないようにするにはどうしたらいいかっていう風なことであったりとか、うんうんうん、そのオプションパーツをどうつけるかみたいなことをこうやると話がこうけんこう前に進むといいますか、うん、ジムでの戦い方、我が身を知って初めて戦い方が分かるっていうことですかね、うん、そうですね、でもしかしたら生き残って7年、うん、3年後にはジムカスタムに乗ってるかもねみたいな、ジムカスタムも特徴がないのが特徴っていうふうに言われてますけど、まあ、見た目はかっこよくはなってるし、エースが一応ベテランが乗る機体みたいな、はいはいはい、風な位置づけみたいな、なるほど、そういうなんかこう大体のこう一般的にこう多分新卒採用をしてこう働き出してっていう風な頃は多分皆さんみんながみんなこうおそらくジムなんじゃないかなっていう風に思ってます。